すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやっていたんですけれども、いや最近はね、もうゴールデンウィークも近づいてきて、ちょっとゴールデンウィーク皆さんどこ行くかとか考えてますか？ということでね、ゴールデンウィークに向けてすするがもう一度すすりたいお店に行くシリーズをちょっと始めようかなと思いまして、まず最初にね、高円寺編で印象に残っているこちらのお店来ちゃいました。ドン！ JR 高円寺駅から徒歩5分ぐらいのところにあります天王山に、はしゃしゃ、こちらはね、結構見た目にも味がある高円寺の名店中の名店ということで、いやーやっぱちょっとね、一回行ったことのあるお店なので、ね、結構安心感もあって楽しみなので、早速行っちゃいますか。よし、ゴー。さあ、天王さん、変わらない実家のような店内、せっかくなので今回はつけ麺の味玉トッピングにしましょう。そして前回、次回絶対頼みますと言ったので宣言通り半チャーハンセットにしましたよ。味のあるメニュー表に懐かしさを感じているとやってきましたよ。こちらが天王さんのつけ麺味玉トッピング半チャーハンセットです。綺麗な中太麺にデフォルトで一味の入ったつけ汁がどうマッチするのか楽しみです。チャーハンも懐かしい香りがしますね。ではいただきます。まずはオンリー麺すすりから。滑りがよくもっちりとしていますね。お次にメンマ食らって、早くもつけ汁に絡めてすすっちゃいますよ。おお、昔ながらの鶏ガラ醤油で後から効いてくる酸味、そして一味の辛さも程よいアクセントになってすすりも進む。続きはまたむ。さあ、ここで四角いチャーシューと一緒にすすると豚の旨味がプラスされて思わず微笑む美味しさです。はい、また普通にすすって海苔と一緒にもすすったらやってきました、チャーシュータイム。パクッと食らう。ほっほー、短冊型ではありながらしっかりジューシーさを味わえますよ。さあ、バラっぽい薄切りチャーシューは、うおー、柔らかくてうまい。どちらのチャーシューもそれぞれ良さがあっていいね。さあ、いよいよいきます、チャーハンタイム。テンションが上がる香りですね。はい、食らってみましょう。いやー、しっかりパラパラ、そして卵と刻みチャーシューが織りなすハーモニーはもはや絶品。何よりハンチャーハンなのにこの量なのが天王さんらしくて素敵です。ではここで麺のうまさを再確認して、和製バリーボンズの味玉を食らう。ほうほう、固めの黄身でさらっとマイルドさを口の中に広げてくれます。さあ、もうどんどんチャーハンかき込んじゃって、どんぶり持って麺すすって、チャーハン食らってから麺すすったらもう最高です。最後につけ汁飲み干したら完食。本日も大変すれました。元祖のようでありながら、しかしどこか斬新でもある味わいで、いつまでもあり続けてほしい一杯でした。おっす、おう。はい、ごちそうさまでした。いやー、天王さんにね、行ってきたんですけれども、前回はね、生姜醤油ラーメンで、今回はつけ麺に半チャーハンセットでいただいてみたんですけれども、生姜醤油ラーメンはね、かなり優しいあったかい味わいだったんですけども、つけ麺はね、それに比べるとちょっと酸味と、あと多分一味とかの辛みもあって、ピリッとして、それも結構美味しかったですね。いや、しかしね、やっぱつけ麺はもうデフォルトだと550円なんですけども、550円ね、あれだけの具材が入ってて、麺もね結構満足できる量だったので、コストパフォーマンスのね良さで言ったら、もう高円寺なんじゃないでしょうかね。それではするの公式キャッチフレーズ、天王さん、こたつや。はい、